戦ならではのこの動物がたくさん登場しています。そして交流戦を盛り上げる交流戦マリーズ応援アップを発表したバブルボーイのグッズも登場しています。大人気商品のためお早めにお買い求めください。さあウォームアップショー、続いてのトピックはこちら。今シーズンの新イベント、ディアバースデー婚活バイロッテ、マリーズ選手、そして今日ゾゾハリにお越しの皆さんのお誕生日をお祝いするコーナーです。まずは5月までの選手のご紹介です。5月もたくさんの選手が今度へ向かっています。江村選手、菅野選手、藤原選手、柿沼選手、田村選手、まだまだいますよ。角中選手、八木選手、谷川選手、中村翔吾選手、中森選手、以上10名の選手がお誕生日を迎えています。そしてまさに今日お誕生日の選手がいます。こちら、はいはい、我らがキャプテン中村翔吾選手、今日お誕生日です。中村選手、アップでお誕生日おめでとうございます。そしてなんと球場にお越しの皆様にも、プレゼントをご用意しております。今月がお誕生日の方にはロッテのお菓子をいずれか一つをプレゼント、そして今日がお誕生日の方には特別仕様のバースデーキャップとロッテのお菓子詰め合わせをプレゼントいたします。プレゼントの目的はお誕生日に挑戦できるものをご用意するため、フロア2、ミニマルダンスルームをロッテお菓子スタジアムへお越しください。それぞれ数に限りがありますので、お早めにお取りをお願いいたします。さあ今日も早くからたくさんの人が来てくれました。これから皆さんを非常に移していきたいと思います。非常に移したら皆さんの熱いお声だけどんどんアピールしてください。それでは今日の皆さんをよーしたい。さあさあさあ、ここにはいらっしゃいますね。ハッピーバースデーということで作ってくれました。それはもちろん中村選手ですよね。やっぱり改めて中村選手、お誕生日おめでとうございます。そして試合の試合盛り上げていきましょうね。ありがとうございます。さあさあ、ここに見ました。 Here's the captain 中村翔吾、一緒に応援していきましょう。じゃあ中村選手への思いを指で表現してもらおうかな。それが出ました。はい、 Yes、 Good です。バッチリ、ありがとうございます。さあまだまだ笑顔を探していきます。今日はこの人もいいですね。いいですね、翔吾、写真撮りましょうね。大丈夫ですか？ OK です。じゃあお二人楽しい時間を過ごしてください。 Thank you very much。 さあそして今日はタイガースとの交流戦ということで、タイガースとの皆さん、ようこそようこそ、近藤選手の声を持ってますね。 OK です。お写真撮られてますか？どうでしょう？あれ？ OK、 試合一緒に盛り上げてください。よろしくお願いします。さあさあ、まだまだ続きますよ。そう、試合中は手をかけて一緒に応援よろしく。安田選手かな？安田選手だね。 OK、 じゃあ試合中も一緒に安田選手にエールを送ろう。ありがとう。 Here's a man's life for a warm-up show。 おう、スクールをようこそようこそ。縦島だからどっちかな。マリーとかタオル持ってるけど、マリーとタイガースとチーム入っちゃうからどっちかが。まあでも交流戦だからね、ちょっと肩がタイガースファンの人が増えるよ。僕もきっとそうだね。アブちゃんが来てくれました。楽しい時間を過ごしてください。今日はありがとうございます。 Thank you。 おっと、背中がバッチリ映ってるね。中村翔吾のキャプテンが映ってるよ。ようこそ、こんにちは。ジャンプ映ってます。ちょっとね、映ってるのね、お母さんまだ出ていけないよね。お母さんには黙っててね。僕が映ったのは水だよ。 OK、 2人だけで3つにしよう。よっしゃ、試合中盛り上げてね。 Thank you very much。 あ、ここには中村翔吾のハッピーバースデー、そして後ろには内輪で翔吾も入ってきましたね。いや、いい映像を見つけました。ありがとうございます。試合中それを持って中村選手に応援しましょう。ありがとう。ここにはグランドン・レアードと書いてありますね。レアード選手一緒に応援しよう。あ、じゃあレアード選手を応援する君にお寿司を食べてもらおうかな。レアード選手が
ね。よし、出てきました。1番タイ、2番イクラ、3番マグロ、4番アブリサンマ、あなたはどれが好きですか？何番？3番かな。よし、OK、じゃあ3番マグロ、いきます。はい、出ました。いい色しますよ。いい当たりです。さあ、上に上がってきたら一緒に食べてね。せーの、パクッ。よし、食べた。皆さん、やっぱり知ってますね。中村翔選手、今日がお誕生日、ハッピーバースデーです。そちらを掲げて中村選手を応援してみましょう。それでは中村選手に向けて、これやりますか？はい、出ますかね。はい、これです。イエス、OK です。バッチリバッチリ。